え、皆様こんにちは。四軸的心です。私は今マツダスタジアムに来ています。食中毒予防のためお手持ちのお弁当などは持ち帰らずに、このようにカープうどんも控えてるんでありまして、本日は野球観戦をしようと思います。なお興奮しすぎたらしすぎるため、試合中の撮影はおそらく全くしないと思います。ここもいい眺めですね。新幹線、あ、在来線が見えなくなってしまいましたけど、このレフトスタンドの後ろですね、在来線が通っていて、227系がわずかに、これはまあ回送で広島駅へ向かうものだと思いますけど、そして上には新幹線ですね。まあ、このようなビューで、野球好きの方で、鉄道好きの方にはとてもいいビューではないかなと思います。新幹線もまあ映れば撮りたいかなとも思うんですけど、おそらく試合中は興奮してそれどころではないものと思います。なお、センターライト方向から三塁側へ向けての風になりますので、右バッターがうまく風に乗せればホームランが出るかなと、左バッターにはちょっと厳しいかなと、まあ、そういう風になってます。まあ、このように、距離はあるんですけど新幹線の撮影もできます。先ほどから場内の方ばっかり撮ったりしてたんですけど、マツダスタジアムの外側はまあこんな感じですね。右に行くと広島駅、左へ行くと海田方面と、言ったようなロケーションですね。夕日もね沈んでいきます。もうちょいですね、もうちょいなんですけど、ビルに徐々に隠れて、山にも隠れて、もう何秒かぐらいで見えなくなるんでしょうかね。こっちへ寄れば見れるんじゃないかという、そういう説もあるんですけど、ああまだまだですね。でもここ 1,2 分いうところですよね、あれだと。映んないですね、これカメラにはね。あとブツブツ言ってたら本当にサンセットですね。このね、このビルの向こう側なんですよ。ということで、まあ、結構こういう結構な街中にねあります。でここは元、国鉄のヤード跡なんで、地図で見るといびつな形をしてて、球場もね、左右が違うっていう形になってるんですけれど、ここは元国鉄貨物のヤード跡っていうことになってますね。古い地図を見ると東広島駅って書いてあったりして、宇品線もここのね、どこら辺だったっけな、このローソンって書いてある、あ、ちょっとアップにすると、ローソンの看板があるんですけど、そこへ向こうへ、中国銀行があって、道がこれ、ね、今球場の前の道を交差してますけど、あそこが元宇品線ですね。国鉄の宇品線が走っていたとこういうところになります。あっちまで行って映せばいいのかもしれないんですけど、ちょっと人が多いんで、一人でブツブツ言いながら喋ってる、撮ってるとあれなんで、
まあでもそういうところですね。で、あそこがあのまっすぐじゃなくて宇品線を避けるようにアンダーになってました。そこも今埋めてまっすぐに、ね、当然なってるんですけど、アンダーになってましたね。というようなことで、まだまだ撮っていきたいと思います。いろいろ変わった席もあります。冷静に考えたら高所恐怖症なのを忘れて、さっきのとこはすごくすごく高かってちょっと焦りましたんで、ここも高いな。まあこんな感じですね。ちょっとこういう場所は高いところは苦手なので退散したいと思います。
と上野と北200218。まあ、やっと返してもらえるよ。それでは帰りたいと思います。若干締まりのない画像になりましたけど、ご視聴ありがとうございました。もう帰ります、寒いし。